あれ？いない。ない。どうしたんですか？公園に遊びに行くのに持っていたおもちゃがない。ってことはあの今日はガチャピンが落とし物ですか？あーどうしよう、あれ大好きなおもちゃなのに。大好きなおもちゃはちゃんと持ってないとダメですよ。どうしよう。どうしよう。落ち着いてください。落ち着いてね。穏やかな午後のひととき、なんだか眠くなっちゃいますね。ガチャピンは外に遊びに行っちゃいましたが、私はお昼寝でもしましょうか。あ、おかえりなさい。公園楽しかったですか？あ、楽しかった。いっぱい遊んじゃった。よかった。それでそれで、帰ってくるときに、こんなものを手に入れた。これ。お、あら、ハンカチですか？あら、え、帰る時にお買い物でもしたんですか？もううちにはいっぱいハンカチあるんですから、新しいの買わなくてもよかったのに。違うよ。ん？じゃあ、あ、え、誰かからもらったんですか？いや、ダメですよ。知らない人から物なんかもらっちゃったら、あのね、世の中どんな人がいるかわからないんですからね、気をつけないといけませんぞ。違うよ。じゃあ、あの、まさかとは思いますけど、誰か他の人が持っているのを盗んできちゃったんですか？え、心外だな。僕は泥棒じゃないよ。いや、本当ですか？だって泥棒は嘘つきの始まりって言いますからね。それを言うなら、嘘つきは泥棒の始まり。逆だよ、逆。ああ、そうとも言いますね。いや、でも、だったら一体どこで手に入れたんですか？これはね、帰る時に落ちていたから拾ってきたんだよ。おしゃれだよね、タオル地、肌触りもいいし。落とし物なんですか？そう、落とし物。落とし物でも勝手に拾って帰ってきちゃったら、それ泥棒と同じですよ。人聞き悪いな。誰かの大切なものだろうから、雨に濡れたり他の誰かに取られてしまったり汚れてしまったりしないように、僕が持っててあげようと思ったの。なるほど。でも勝手に家まで持って帰ってきちゃうのはまずいですよ。え、そうなの？そうですよ。だってほら、落とした人がどこかでまだハンカチを探していたらね。ですからほら、早く届けてあげないと。あー、そっか。ですから、あの、そのために拾った時のことを詳しく思い出してみましょう。うん、わかった。じゃあ、まずそのハンカチはいつ拾ったんですかな？さっき。ああ、なるほど。で、あの、お昼から夕方にかけてってことですか？じゃあ、あの、それはどこで拾ったんですかな？どこだ？あ、お家に帰ってくるまでの道路、確か交差点のあたりだったと思う。ということは、あの、公園からお家までの道ということですね。あの、じゃあ、あの、誰か周りに人はいませんでしたか？いらっしゃらなかったと思う。じゃあ、同じ道を通った誰かなんですかね。ちょっとそのハンカチを、あの、見せてください。はい。どれどれ。見たところお名前などは書いてなさそうですね。あ、ちょっと貸してもっか。どうするんですか？よく提案が。ちょっと待って。ちょっと行ってきて。待って。提案というのは何をする気なんですかな？このハンカチをもともと落ちていた場所に僕がもう一回落としてくる。名付けてハンカチ落とし大作戦。なんですかそれは。落とした方が探しに来た時にすぐに見つけることができるかなって。いやいや、ダメですよそれじゃあ。そしたらほらね、また雨にこう濡れたり汚れたりして同じことになっちゃいますよ。それにほら、その道はもう探しているかもしれませんし。あー、確かに。じゃあどうしたらいいのかな。ガチャピン、こういう時は近くの交番に届けるんですよ。
そのためにさっき拾った時のことを思い出していたんですから。そっか、そしたら僕ハンカチを交番に届けてくる。はい、さっきみたいにね、いつどこで拾ったかを詳しく丁寧にお伝えするんですぞ。わかりました、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。ただいま。おかえりなさいガチャピン。警察の方にハンカチをお渡ししてきたよ。えらいですぞ。あのね、ムックに言われた通り、うん、落ちていた時間と場所、うん、状況をお話ししたら、うん、ちゃんと覚えててえらいねってお褒めでいただいた。それはよかったですね。ムックのおかげだよ。なんかさ、いいことをすると気持ちがいいね。よし、これからも落とし物を拾って交番に届けまくっちゃうよ。すごい熱気ですな。の、どなたかの靴下が落ちている。え、時間は夕方、場所はこのお家。よし、僕交番に届けてくるね。ちょっとそれ、じゃあ行ってきまーす。ちょっと待ってください。もう行っちゃいました。ムック、洗濯始めたよ。洗濯機に入れ忘れたものない？はい、私は大丈夫です。今ものすごいスピードでガチャピンが外へ出てったけど、何しに行ったの？それはです、そういえばさっき買い物に行った時に履いてきた靴下、脱いだままだった。あれ、この辺に脱ぎ散らかしてたはずなんだけど、どこに行ったっけな、靴下。その靴下なんですけどね、実はカクカクシカジカ丸丸三角と言いますか、落とし物として交番届けに行った。やめてよ、恥ずかしい。でもガチャピンとして良いことをしたと思ってるはずなんですよ。それにスタッフさんだっていつも私たちに靴下は脱いだままにしないって言ってるじゃないですか。それはそうなんだけど、それにそろそろガチャピンは交番に着いている頃ですぞ。うわ、恥ずかしい。すぐに交番に行ってくる。行ってらっしゃい。いやー、いいことをすると気持ちがいいね。お家の中に落ちてるものは違いますぞ。警察の人に説明するのが大変だったよ。あ、スタッフさん、もう脱いだものは脱いだままにしないね、お約束。学びました、すいません。ガチャピンチャンネルですぞ。穏やかな午後のひととき、なんだか眠くなっちゃいますな。それはそうと、ガチャピン。ただいまおかえりなさい。今日は何か落とし物を交番に届けたんですか？今日はね、何もなかった。あ、そうですか。まあ、そんな毎日落とし物なんてありませんよね。はい、そうですね。無事で何よりです。その通りです。あれ？ない。ない。どうしたんですか？公園に遊びに行くのに持っていたおもちゃがない。ってことは今日はガチャピンが落とし物ですか？どうしよう、あれ大好きなおもちゃなのに。大好きなおもちゃはちゃんと持ってないとダメですよ。どうしよう、どうしよう。落ち着いてください、落ち着いてね。じゃあね、どこまで持っていたのかを思い出しましょう。分かった。行く時持ってたでしょ、公園に着いた時も持ってたでしょ、帰ろうとした時もちゃんと持ってた。ということは帰り道ですな。じゃあ公園までの道を一緒に探しましょう。行きましょう。大丈夫大丈夫、きっと見つかりますよ。ただいま。見つかってよかったですね。よかったよ。これからは落とし物なんてしないように気をつけてくださいよ。はい。でもいろいろなところを探しましたね。そうだね、ムク付き合ってくれてありがとう。ヘトヘトだね。それにしても結局自動販売機のそばなんて分かりにくい場所にありましたけど、なんでおもちゃをあんな場所に置いちゃったんですか？
あれはね、うん、自動販売機の裏に落とし物はないかなって見ていた時に、うん、持っていたおもちゃをそこに置いたんだよね。ああ、なるほど。それじゃ意味ないですよ。僕たちのグッズが発売中。概要欄をチェックしてくださいね。じゃかじゃか。